ちょっとシャンクしたらすみませんね。シャンク。シャンク。まあベンちゃんはやっぱり高めの打ち方を教えてもらった方がいいと思います。あ、そうそう。ベンちゃんやっぱ打つときにこうヘッドバーン立ってるもんな。あれ意識して立ててるでしょ。なんか高めってやっぱ自然とこうなるじゃないですか。うん、だから打ちに行ってこう高く来たと思ったら腰をちょっと浮かないようにするんですよね。沈めて手を出す。沈むと勝手に手がこう来るんで。ほらわけのわからんこと言い出してるよみんな。こういう感じ。でも松屋つけない。松屋には右手にしかつけない。左手は一切つけない。見逃せ、こう打ちにそうで見逃すと。見たことある。これ。よくない。よくね、プロ野球って短距離ヒッター、なんか中距離ヒッター、長距離ヒッターみたいな言い方するんだけど、中距離ヒッターって何っていうのがあるんですよ僕の中では。中距離って何っていつもツーベース打ってるでしょ。ミドルヒッターですね。だからそれはなんか結果的にツーベースになってるだけであって、結果的にやっぱり強い打球、まあ、要はホームラン、ホームラン打ちたいですよ、ええ、うん、あ、ちょっと聞いていいですか。ホームラン打ちたいです。ホームラン打とうと思ってるんですか、ヒット打とうと思ってるんですか。いや、まあホームラン打ちたいですね。最初入るとき、よし、ホームランは。ホームランっていうのは打ちたいですね。ヒットの延長線上にあるものなんですか、それともホームランはホームランを狙ってるものなんですか。ホームランの打ち損じがヒットなのか。違う違う、ホームランを狙うっていうよりはホームランできる球を狙う。そこはね、ちょっと違うね。よく素人がそういう質問するんだけど、あのね、ホームラン狙って打ち損じがヒットだっていうのは、いわゆるおかわり君みたいなね、外国バレンティンみたいな、そういうやつらはまあそこでもないね、この辺のクラスっていうのは。何なんですか。いやでもホームランは来たら打つよって。ホームランは打ちたいんです。ホームランにできる球を狙うってことです、うん、ホームランを狙うんじゃないです。そうそう、ここの行くまでのところをしっかり、それが結果的にホームランになりやすいボールを打てたのか。あ、じゃあホームランになりやすいボールが来たらを狙う、それを狙って、そこで狙うんです。そこで狙います。そうですか。あ、まあだけどやっぱり基本的にはホームランは打ちたいと思っていつもバッターボックスあります。やっぱそうなん。ホームランは打ちたい。ホームラン打ちたいですよ。だけどいろんなボール来るんで簡単には打てないんですけど、ただホームランを打てるボールが来た時にはホームランが打てたらいいです。ただ同じホームラン打てるボール来ないんで、いろんなボールが来るんで、その中で打ちに行きながら打ちたいけども打ったらヒットだったみたいな。なるほど。え、古さんも一緒ですか。ここがだから僕は違うんです。違う。僕はだからこうやって枠振って、まあ、分けるとしたら僕は短距離ヒッターです。僕はヒット狙いです基本。でも打てないわけじゃないっていう、だからこうやったら遠くに飛ばせるなっていうのは途中からまあもちろん分かってくるんですけど、基本的には打率残してなんぼと思ってるんで、スタイル、スタンスでいうとイチローの方です。栄養に言いますけど、イチローもバンバンホームラン打てるけど、基本的に試合になったらやっぱりこうヒット狙いで、たまにホームラン打つっていう。だから壺に来たら行くぞっていうよりは、まあ、常にこう、まあ、まあセンター中心と、例えばですよ、真ん中の高め来てこれをねホームラン打とうと思ったら、ホームランボールでもホームラン打とうと思ったらミスショットが強いスイングですよ。ミスショットファールになったりすることもある、センターフライになることもあるんで、ただセンター前打とうと思ったら確率は結構上がるんですよ。センター前ならこれ打てるよって。でもホームランしようと思ったらちょっと難しいよねって球がいっぱいあるんで、僕は遠慮せずにセンター前を打つタイプ。でも、あ、200本ぐらいホームラン打ってますから、ね、それでも打ってますけど、基本的にはそっちです。基本的に言うと、まあ、やっぱり遠くまで飛ばせるかどうかの能力の問題がまず一番にあります。だからよくフライボール革命とか最近も言うんだけど、スタンドまで入れへんのにフライばっかり打ってたらやっぱり何の意味もないし、飛ばせる能力があってこその話、なんで遠くに飛ばせる能力がある人はやればいいし。飛ばしは才能ですか。飛ばす能力っていうのは持って生まれたもんですか。それとも、もちろん持って生まれたもんもあると思いますよ。例えば少年がホームランバッターになりたいって言っても、はい、途中でどっかで無理だと思ったら諦めざるを得ないもんですか。でも少年は
ずっと成長するんで、体の部分で。それがまあもう止まってしまったといえば、それなりにまたあのホームランバッターになるためのでトレーニングであるとか、スイングの技術的な、ね、飛ばすためのスイングでは、そこを追求する必要あると思いますけど。だからね、あの可能性があるとかないとかって言い出すと、少年には全員可能性があるっていう答えしか我々もできないんですよね。でただプロ野球、プロ野球というか野球って、あの打者が例えば9人いる中で、8人でも9人でもいる中で、役割がだんだん決まっていくんです。チームが勝つために何するか、やっぱりできるだけ試合に出たいし、打率上げてこう塁に出る係と、でクリーンアップというだけ言うだけで、やっぱ返す係、ホームランはお前はとにかく三振してもいいから長打打ってほしいなって、こういうチームのためにっていう役割がだんだん限られて変わってくるんですよね。でそれを小中高ってなっていくと、まあ、あの例えば高校大学までそのいわゆるリードオフマン系のやつが急にプロに来てホームランバッターに変わるっていうケースは、まあ、あんまりないです。ないとは言えない。これもそうなんです。たまに急にホームラン打ち出したなっていうやつあるんですね。いやだから前田さんなんていうのはもちろんホームラン打てるんですけど、僕はまあそういうタイプです。そう、広島入った時は多分足も速くてセンター守ってて、僕はヒットメーカーになるはずでした。そう、どっちかというと1番バッターで短距離ヒッターにを目指すはずだったんですけども、うん、ちょっと中途半端にホームランが打てるようになったんで、俺でもいけるんじゃないかなということで、うん、よしこの体でもちょっと大きい人に立ち向かっていこうっていう、なんかそういうなんかあるんですよね。え、ホームランが打てるようになったのは打てるようにしたからなんですか？いや、あのただ単にこうパワーがついてきたっていうのがあります。だから前田さんどっちかというと 1,2 年目はまだまだ細かったんですよ。ミート中心だったんですけども、体がこう大きくなって、まあ、トレーニングをしたんですけど、トレーニングして2年目3年目と大きくなって、打球がこう木のバットでも飛ぶようになってきて、そこからですね。なので、まあ、やっぱり中距離最低でも20本ぐらいホームランを打って、もちろん30本ね、打てれば越したことないですけど、ね、20本以上打って打率も残してチャンスに強いっていう、そういうミドルヒッターを目指して。なるほど。っていうことですよね。じゃあまず、まあ、僕は基本的にオープンにしてたんですけど、まずなんでオープンにしたかって言ったら、基本的に若い頃はスクエアだったんですね。で打ちに行くときにどうしても打とうとするとこう開く癖があったんですね。こっちに体重がだからちょっとかかとにかかるぐらいの大げさにするとイメージがあったんで、やっぱこうなると刺されるし泳がされるしで、そのなかなか安定して打つってことができなかったんで、でそれでまあ土井正弘さんに、お前は開く癖があるからもう開けないで開けと最初に。でこっから開こうと思ったらこうなるから、もうこれ以上開けないから、あとはもう勝手にボールに入っていくからということで最初オープンスタンスにしたんですね。でまあオープンスタンスにして、僕は足を本当元気な時というか若い時というのはもう多分このぐらい足上げてたと思うんですね、うん、このぐらい上げてたのはピッチャーぐらいこのぐらいな感じで上げてたんですけど、僕の中でよく軸足に何割何割って言うじゃないですか。もう僕はもう軸足に10なんですね基本的に、うん、でなんでかって言ったら、僕はもう右手の感覚、もうこの体右半分の感覚しかないんです。ほとんど右足とか右手とかの感覚しかなくて、左手の感覚はほとんど感覚的にないんですね。なんでまあもう 右足で打っちゃえと、構えて足上げて、あとは来るボールに対して右の腰でぶつけていく。ここで要するに、まあ、ある意味ここにバットがついてるイメージですかね。こう構えてここで打つ。へー、はい、ここにバットがポイントは相当近いわけですね。まあそういうわけじゃないですよ。力が入るところが多分ここにバットを置いたときに、力入れようと思ったらここなんですよね。そうです。だからその感覚があったんで、とにかく足を上げて右サイドで振るイメージです。でそれに付随して右手で、この手が遅れないようにですね、この肘とグリップとかここの位置が構えて足がついて、でこの腰と手が一緒にこう入りたいですね。そしたらこっち側のサイドで全部捕まえていくイメージです。でここからここで打ちたいんですけど、泳がされると
手がついていくとヘッドが返るんで、我慢しといてボールが来てなかったらあとは手が離れて、離れればまだボール前拾えるんで、ここで打ちたくて来てなかったから最後こう手が離れていくっていうイメージですかね。いや、あのだから右側で打つ人と、まあ、例えば右バッター、まあ、いわゆる後ろの足のを中心に回る人と例えばイチロー君みたいにちょっと前にスウェーしながら前で乗せながら打つ人っていうのは、まあ、プロ野球選手でも結構まあ分かれるけど、基本的にしっかり打つ人は後ろで打つのがまあ正しいってよく言われてますよね。そうしないとタイミングを合わせるときに前に行くとやっぱりタイミングがずらされちゃうんで、どんな球が来てもここで、足上げても見逃してもここでっていうような感じで、前田さんとかもねすり足だけどできるだけ前にはこうはいかない、ね、前には、はい、そうですね、こっちにまあ 100% じゃないけど8割ぐらい乗っけて足出して、まあこういう感じじゃないですか。そうですね、はい、ステップ足を上げる上げない関係なく、その部分はまあ、うん、もう似てます、一緒です、うん、この後ろぐらいで。よくなんか子供のことが教える時、とにかく前で打ちなさいってよく言われるんで、でもプロになってくるとだんだんこのポイントを下げないといいピッチャー打てないようになってくるんで、後ろ目でどうやって打つか、後ろ目で崩されないように打つかっていうでなると、やっぱこう後ろで回る人の方がやっぱり多いかなと思います、ね、結構注意点があれですよね、うん、この後ろに行くんですけど、このまま回るわけじゃないですよね、うん、結局こう後ろにあるけど打つ時にやっぱこう体がボール方向に入っていくんで、だからなんだろう、後ろの軸なんだけども後ろに残っちゃったら体重移動ができないんで、後ろに残っててもこれを蹴ることによってこっからここまでも十分体重移動してるんで、こうなることが僕は大事だと思います。結局ここで打つわけではないんで、その右足に全部乗るぐらい足を上げてたのは、はい、こっちに全部体重を乗っけたいからなんですか。右足に一度乗ってしまった方が待てるというんですかね、ボールに対してこう待てるっていう感覚ですね、僕は。で、釣り足とかも一回やったんですけど、キャンプ中に挑戦したんですけど、あの僕はこうするともうなんて言うんでしょう、体重が前にこう行ってしまったんで、なかなかこうすり足でやるのは僕はすごく難しかったです。で、前田さんなんかは絶対開かなかったですよね。絶対まっすぐでしたよね。いやそんなこうやって開くイメージは全くなかったんですけどね。そんなことないですよ。そんなことないですか。そんなことないですよ。どっちかというとちょい踏み込みぐらいです。ぐ気味ですよね。左のこの辺から来るやつでも、まあ、ステップした時はもうそうですけども、構えの時点ではちょっとあったよ。ちょっとね、でもちょっと右足引いてる時たまにあったよ、ね、なんかこう来そうだなっていう時あるじゃないですか。ちょっと怖いな。いや結構なんかそういう時あるでしょ。だから基本的にこうオープンにしてたんでしょ。ボールがこうさーっとこう安心感が欲しいから。安心感でこうやった方が見やすいもんね。やっぱ見やすいですよ。見やすいから。はい、見やすいから。そうです。僕目あの右目が利き目なんで。そうですよね。こう見るよりはこう見た方が。へー、あ、どの辺に来てるなーっていうのはすごいわかります。整体するんです。こういうこれ こっちの方が僕は見やすいです。こうよりは。やっぱこう見た方がすごい。そこの違いもありますよね。僕右目で左打ちだとやっぱこっちの方が。なるほど。こう見るのとこう見るとでやっぱこの角度のボールのこの微妙な見え方が違うんですよ。でもゴルフもちゃんと見えてる。そうです、ビハインドザボールが。要するにこうビハインドザボール。だからゴルフの時は僕は左目で見ようとしてる。ごめん、振った俺が悪いけどやめとこう。いや今のはやめちゃダメですよ。これね、ゴルフの時は左目で見ようと思ってます。で、野球の時はもちろん右目で見ますけど、でもそうするとしっかり頭が残るんですよ。ビハインドザボール。はい、野球もゴルフも一緒ですか、それは。まあそういうふうに意識してました。まあ僕はもう野球部分は自然だったんで、でゴルフなんてどうしてもこう打ちに行ってしまうんで、あ、左でちょっと見ようと思ったらちょっとツッコミがなくなったんですよ。ああ、なるほど。へえ。そういった自然に左目が、あ、そういう気持ち悪いっていうのがあって、ちょっと参考にしよう。
だからあのあれですよね、和田さんはこう構えると安心できるっていうのってあると思うんです。こう構えるとやっぱ距離感が難しい。そうなんです、見えない、見えない。まあそれはそうね。だからこう構えても、まあこうやって横目で見てるわけじゃないからな、こうやってもみんなこうやってこうやって見てるから、からこれは見やすくなるよね。見やすくなる、はい。一回入れなきゃいけないのに時間は少しかかるから、そうですね、そこに慣れないと。ちなみにこの足上げるっていうのは、その少年野球の子たちでも別に試してみればっていう感じあるんですか、それともあんまりおすすめできるような。足上げるときにやっぱり子供の頃とか若いときって足上げちゃうと行くじゃないですか、打ちに行くときにみんなこっちに乗っちゃうんですよ。足上げてそのまま乗ってしまうんで、もう結果的にこうなったり打てないんですけど、プロ野球選手でみんなに足上げてるんですけど下ろしてもこのままなんですよ。まあ 10-0 とは言えないけど、下ろしてもまあ5分5分とか 6-4 で後ろの足乗ってるんですよ。まあこれはすり足でもそうなんだけど、足上げてもうこんななって打っていながらってやったらこっちに乗ってるんですよ。でもアマチュアの時でこうやったらこっち行っちゃうんですよ、左にピッチャー側に寄っちゃって、ああタイミング合わないっていうことがよくあるんで。なるほど。実はここが大きく違うところです。だからね、こっちに結構ね筋力いります。なるほど。やっぱり強靭だとまで言わないけど、やっぱ足上げても、まあ、何球もやらないですからね、まあ、毎回足上げても見逃しもこうやってここに結構力がある人じゃないと。まあ、落合さんとかもこうやって構えて、なんかこうやって開いてるんですけど、なんかずっとここに残ってますね、乗りっぱなしなんで。ありますね、ずっと。なんか乗りっぱなしをずっとできるっていうのは結構筋力もいりますし。ちなみにお二人から見て和田さんの他にここがすごいとか、あれどうやってやってるのみたいなことってありますか。僕はあとはね、あのベンちゃんはやっぱりバットのこのコントロールがやっぱりすごくよくいいと思ってて、その右バッター特に高めとかアウトコースです。ヘッドを立てなきゃいけないときにやっぱりしっかりいつもこんな感じで立って打ってるというイメージがあるんで、そこにミスショットがないのかな。あともう一つはもうこう体を崩されながらも片手で僕はそっちですね。こ僕はそっちです。これで左中間すぐ掘り込むから、そこですね。あのなんかこう、むち打ちになりそうな打ち方をしてるんですよ。それなのにおいっていう、よく行ったよみたいな感じがよく、まあそのいいポイントで当たってるって、まああるんだけどね。泳ぎながら。そういう時はどういうあれなんですか。あれもイメージとして僕も本当はあれはねすごいですよ、うん、ああいう打ち方したくないんですよね。いやもちろんそうです。理想は前田さんみたいにかっこよくこういつも一緒に打ちたいんですけど、基本的に僕は来たボールに対して絞るとかっていうよりも来たボールに対してぶつけていくっていうか打ちに行くタイプだったんで、タイミングがあったらだからここで高めであろうが低めであろうがそれこそ体に当たるようなボールであろうが打っちゃうんですよね、タイミング合えば。あだそういうタイプのバッターだったんで、タイミング合えば来たボールに対してもうとにかく突っかかっていくタイプのバッターだったんで。それができるのはやっぱそのバットコントロールなんですか、タイミングさえ合っちゃえば。まああのね、後ろの動きが大きいというかやっぱりそれなりに動きが早いんですよ。足上げるやつっていうのはピッチャーがそれこそ足上げてまだこの辺の時に指導しとかないといけないんですよ。あやっぱり投げてからすり足の人っていうのは結構遅いんで、まあ、投げてからでもパッてこう、まあ、こんな感じで待てるんですけど、足上げる人っていうのはもうピッチャーが足上げてもうこういく時にこっちも足上げとかなきゃいけないし、だそういう時間がかかるんで、もう行ったら行きっぱなしの人は結構いるよね。止まらないからそのまま技術で打っちゃえっていう。なるほど。そうです。だからこう捨ててまっすぐのイメージでこうここのポイントで打ちたいじゃないですか、はい、でついて打とうと思った時にボールがフォークボールとか来てなかった時にあーって時はもうやっぱりここに残る構えて足がついた時にこの肩が出てさえいなければ手が出てさえいなければこう体はいっても手がここにあればどんだけ崩れてもこっからまだ触れるんですよ、また。要するにこう足がついて泳がされてもこの手が後ろにあればまだ振るスペースがあるんで、これが一緒にもうこうなったらもうスピード出せないんで、ちょっとそういう感覚ですかね、感覚的には。じゃここは残そうと、残すというか打ちに行くんですけど、この手はやっぱりギリギリだから、まっすぐのポイントを引き付けとく利点っていうのは、引き付けられる利点っていうのはここから判断してギリギリであの手出せばいいんですけど、そうした時に変化球がおよあの変化球でボール来なくてもここに手が残ってれば
まだ片手でこう拾ってくる、ここを振っていけるスペースがありますよね、感覚的には。だからちょっとこんな変な形でもこうで振るみたいな感じです。よう見たよな。よう見ました。だから宇宙間とか振るんだもんな。1回ってそこからもう1回2段振る力が残ってるっていうんですね、感覚的には。そうですかね、うん、そのパワーとあれがあるんで、 これもほどけたらダメです。あ、なるほど。こっちサイドがほどけたらダメです。なるほど。こっちがこうほどけたら、こうなったらもう、うん、もう余力がないんでスピードがもう落ちちゃってる状態です。その状態でもうなんかセカンドの頭ぐらいに何本か見ましたけどね、何本もう触れる状態だけど、まだ絞り出してうーんってこう顔いってるんで、こうヒットにいってるっていう、あれも やっぱり難しいもんなんですか。いや、でもある程度これはイメージしてると思うんですよ。こうなったらこうなるじゃないですけど、そうなんです。だからこうなったらこうなるから、すごい崩されてるように見えて、まあまあそれも多少慣れてるから、まあこれぐらいの崩されでセカンドの頭打つぐらいは打てますよぐらいの、ホームラン無理でもみたいなぐらいの、まあ自分の中ではそれなりいいポイント。じゃあ和田さんは古田さんとかよりも、うん、その判断するタイミングが早いんですか。まあまあまあ早いっていうか、まあ指導は早いでしょ、絶対あんだけ足上げてますから。よくなんかシンクロとか言われて、ピッチャーが足上げたと同時に足上げろっていう、まあ左バッター青木とかもそうだけど、早めに足上げてこうやって待つ人ってよくいるけど、まあタイミング的には早い、まあ、指導は早めですね。基本みんながもう止まるところは行っちゃうわけですもんね、タイミングが合えば。そうです。だから逆を言うと、調子が悪くなった時に何でもこう、まあ、ダボハズって言いますけどね何でも行っちゃうようなタイプ野球用語やね、ダボハゼ。調子いい時はいいんですけど、悪くなった時にやっぱりヒット打つのはやっぱストライクゾーンを打たなきゃいけないんで、うんうんうん、そこの選球眼がいい人っていうのは僕はすごい羨ましかったです。ちなみに自分のこう視線というか目線というか、はい、ピッチャーのどういうとこでこう見てるんですか、その選球眼というか目付けっていうか、そういうの。あんま見るというよりはタイミングだけですかね。なんとなくしか見てないんで、どこ見てるとかって言われたら、はっきりどこ見てるっていい、なんか球がどの辺から出てくるかなぐらいしか考えてなかったです。なんか人によっては、まあ、例えば僕らでも、まあ、やっぱり右ピッチャーだったら右ピッチャー、大体このリリースポイントを見てて、僕ですよ、僕はね、大体あのリリースポイントから一番多いのはね、自分のインサイドぐらいをこうライン引いてるイメージなんですよね。でライン引いてて、でなんかアウトサイドにもちょっとこうラインこう、まあ、20ぐらいのラインがこういうふうにこういうふうにあって、そこに乗ってきた球だけ打ちたいなとか、なんかそういう感じでは、まあ、ざっくりなんだけどイメージはね、こういうスライダー多かったスライダーはこの上ね、このラインの上乗ってきたやつねっていう風にな感じで見てやってましたけど、ね、そういうのはないですか。じゃあ僕はすごい下手だったんです。だからスライダー、例えばスライダー狙うじゃないですか、でよく肩口からのだけ狙うとか言うじゃないですか、うん、こっちはやっぱりアウトコースはやっぱりよく切れるんで打てないっていう時に、スライダーを待ったらスライダーのタイミングで全部いっちゃうんで、だからここから抜けてきても振っちゃうし、例えばスライダー狙ってきたと思ってタイミングがあったらアウトコースの難しいボールでも打っちゃうっていうのが僕の欠点だったんです。そこ止まらないんですね。止まらないんです、タイミングアウト。だからそういう目付けが僕がもう少し上手にできる選手だったら、3000本打ってたもうちょっと打てたんじゃないかなっていうのはあります。だからその能力は僕にはなかったんです。だからよく肩口からの変化球だけ待っとけっていう、そんな難しいことは僕はできない。だけどやっぱ選手によってはそれができる。だからその辺は、ね、やっぱ能力の差ですよね。多分前田さんは、あ、僕はレーン派ありました、ね、ありました。ストレートは、まあ、こういうレーン、スライダーはこう曲がります。で、まあ、たまに外スラとかありますけど、まあ、そういうのはあまり頭に入れすぎると体が動かなくなるんで、基本的にはストレート、スライダーで、カーブはもうこれからプルンとくるんで、うん、遅い球はそこまであんまり時間があるんで、そこからこう一回、和田さんじゃないですけど抜かれてもそこからもう一回トップ作るっていうことができると思ってましたから、もうあとは落ちる球だけです。落ちる球がこの辺から落ちるやつ、ここだけ、これより下はもうちょっともう自分の体を信じようっていう感じですね。止まってくれるとか、あとはまあ、だから前田さんってなんか天才前田ってよく言われるから、来た球簡単に打ってるように見えるから、何も考えてないように見えるんだけど考えてるんですよ。いや、だからそういう風にイメージして準備してましたよ。やっぱり準備してない。落ちが悪いピッチャーはまあ
大丈夫だっていうのがあるんで、このピッチャーはいけるとかね、そういうのがあるともうそんなに難しくはないですけど、このあこいつなんやこいつの球ちょっとこのボールだけやべえなと思うと、邪魔なボールがどれぐらいのレベルなのかっていうので自分で換算してやるんですよ。古田さん曰くそのまっすぐ待ちの変化球打てるんですよね、まあ、基本的にはあの前田さんはもう僕が言うのもなんだけど基本的にはまっすぐ待ちでいいですよね。まっすぐ待ちです、まっすぐで、はい、もう古田さんのキャッチャーの時は一球来るまっすぐを仕留めに行ってました。まっすぐ待ってるところにまっすぐ投げにくいからさ、こっちもミスショットしてって言って、はい、もう勝負も勝負すごい早いんですよ前田さんは。そういう狙い球みたいなのは和田さんもピッチャーによってピッチャーのレベルですね、うん、もうやらないと要するに山張らないと打てないっていうレベルのピッチャーは山張っていくんですけど、それが僕はすごく下手だったんで、逆に調子いい時っていうのは張らずに来たボール何でもっていう自分の体を信じて反応しろっていうふうに言ってる時っていうのはすごく調子がいい時です。ダメになれ調子が悪くなればなるほど逆に絞って絞っていくと逆にミスショットがすごい多かったですね。例えば狙い球みたいなのを毎回毎回こう一球ずつでも変えていくような感じなんですか。いやだからね、いわゆる前田さんみたいな、まあ、僕らはよく天才型って言うんです。基本的にはストレートもあって変化球とかにそのまま対応していく。だからまあピッチャーによってね もちろん多少は変えますけど、基本的にはそう考えてるバッター、特に左バッターに多いんですけど、右バッターは結構山張るバッター多いんですよ。球種に山張るか方向、例えばライトに打ちたいとか引っ張りたいとか方向とか山張ったり、あとは高さですね。高かったら何でも打つとかっていう、こうなんかこう山張りはやっぱり右バッターの方が多いです。そうなんですね。これはもう間違いない。山、まあ、それ何かをイメージして来た球だけ打つっていうのはやっぱり左バッターって、まあ、どうしてもね基本的に右ピッチャーが多いんですよ、はい、で右バッター左バッターは子供の頃から来てもまあ入ってくる球が多いんですよ。スライダーとかカーブとかで自分の近くに寄ってくる、まあ、変化球っていうのはまあまあこの技術でまあ、なんとかなるわと、まあ、プロ入ったらフォークボールとかすごい増えるんですけど、だからそういう癖があって、だから基本的にはまっすぐ回って回ってきたらそのまま打つよってやつが多いんですけど、右バッターは高校の時からやっぱ逃げる球を対処しなきゃいけないんですよね。普通に全部まっすぐ回っていったらもう逃げられたら空振りとか内野ゴロ打つしかないんで、その甘い球を打つとかそれをなんとか見逃すとかっていう作業をしていってる間に、あこのカウントではこれにはこれ投げてこないな、だからこれを狙おうとか、外しか来ないなと思ったらそれを外を狙ってカツンとライトに打っていくとかっていう、そういうなんかこういろんなことをやるのは右バッターの方が明らかに多いですと僕は思ってます。でだからその中でどうやってこう逃げる球を打つ、スライダー先ね肩口からとかいいけど逃げる球も結局際どい球って打てないんで、甘い球をどうやって打つか際どい球をどうやって見逃すかっていう作業をまあ若い頃からっていうかプロ入ってからも結構ずっとやらないといけないんですけど、っていうのはやっぱりあると思います、ね、ちなみにそのボールって最後まで見ようとしてるんですか。まあ見ようとしてるんですが、実際打つ瞬間見てるこう漫画みたいなこんなシーンは僕は見たことないですね。多分向こう側を見たこの辺までは見てると思いますね。でも見てるんです。この辺まで見た、この辺りまで多分見てると思います。まあまあ半分から3分の2ぐらいまで見てると思います。見てますよね、うん、でこの辺からはもうどこか分かんないですね、うん、なんか打ちに打ち気があって行った時はそこまでですね、打ち気がなくて見る時はよく見えます。ここはもうちょっとあもう様子見ようと思って見る時はよく見えます。じゃあ打つともう打ちに行ってる時はボールが見えないんですか。見えてない見えてないです。見えてない。もうそこまで僕は見たことない。これはもう感覚の。じゃあ例えばそのフォークが落ちたり曲がったりしたところは見たことないんですか。打ちだからよくあんな打ち打った瞬間にあれどこ行って消えたっていう、消えたっていうのありますよ。あそんな感じですか。今のいいフォークだったなっていうね。本当にいいですか。あれどこ行ったって言って。曲がり際を打つみたいなイメージはないですか。でもそのねその18メートルの前半のね10メーターぐらいで、まあ、曲がってきたらそれをこう予測してこの辺で勝つんです。じゃあもう予測なんですね。そこを 見るというのは最後の5メートルは予測ですよね。多分最でもピッチャーがこうリリースしたとこから僕らが判断するとこって実際18秒もないので10ぐらいしかないですよね。もう、まあ、10ってことはない、ね、10ってことはないですけど、まあ、それぐらいのここで判断しないといけないですよね。0. 何秒だから。そうなればなかなか150キロが飛んでくるのが大体 0.4 秒と言われてるから、それはもうだから僕らで言うと 0.2 秒ぐらいの間にはもう判断しとかない。だから不可能ですよね。見ようと思ってそうそうそう見てから、うわいやバッとよ今食いついてたよとか欲しいですけどね。本当は見たいですけど。
だけど今の時代ヘッド立てて打てとか言うとなんかそんな勘違いするなみたいな怒られそうですよね。特に今の左バッターもう柳田が出てきてからですよ、みんなもうこんな打ち方するやつばっかりで、時代遅れだって言われそうですね。前の手でね、まあ、前の手で打つのはあの前田も一緒やけど、ね、前田プロそうプロやめてた。いや、ゴルフクラブがこうやってこっちに今今日はそれなし、そっちじゃない。みんな前田と突っ込む時ゴルフ話悩んでるからやめても手首痛い、手首肘の